どうもこんにちは、オーロンです。今回は先日発売されましたブースターパックファントムレイジンで登場したカードを使った装填デッキ、こちらを作ってきたのでご紹介していきたいと思います。さて、装填のメインアタッカーとなるのはこれらの融合モンスターになります。まずはガイウン、ガイアあたりから見ていきましょうかね。それぞれ装填モンスター2体で融合召喚することができ、ガイアであれば特殊召喚に成功した際に相手の攻撃表示モンスター1体を破壊することができる除去効果と、場に効果モンスターを使って融合召喚された装填融合モンスターがいるならば自分の場の装填融合モンスターの攻守を300点上げるパンプ能力を持ってます。ガイウンであれば場の装填融合モンスターが効果破壊される場合、代わりに別の装填モンスターを破壊することができる身代わり効果と、場の効果モンスターを使って融合召喚された装填モンスターがいるならばエクストラから特殊召喚されたモンスター1体の効果を無効にする効果を持っています。まあ、後ほど具体的にこいつらどうやって出すのかみたいについてもね話しますが、まあ、往々にして効果のない装填モンスターを用いてこいつらは融合召喚されるので、これらの進化というのはもう1体の融合モンスターであるコンゴと共に場に置くことにより発揮されるのかなと思います。この今後装填の夕日、まあ、こちらは効果モンスターになるんですが、このモンスターと、まあ、装填モンスター2体の計3体で融合召喚することができて、自身が攻撃する際には相手は一切のちょっかいを出すことができず、バトった際に相手の場のモンスター1体を手札に突っ返す能力、さらに自分の場に2体以上の装填融合モンスターがいる際に相手の魔法トラップの対象になった際それを無効にする効果を持っています。攻撃時の追加除去といわゆるアンティークギア効果を有しているので、まあ、ステータスと相まって戦闘面ではかなり強力なのかなと思います。まあくどいようですけど夕日が効果モンスターということになりますので、まあ、装填デッキっていうのはこのコンゴとガイウンないしガイアを並べて戦っていくのが基本になっていくのかと思います。じゃあそもそもこれらの融合モンスターをどうやって出すのかっていう話、融合召喚という方法にこだわらないのであれば広告を使うって手があります。このモンスターは自分の場の装填モンスターが相手単純に破壊された時に手札から特殊召喚することができて、その後に自分の場の装填モンスターを破壊することでエクストラから装填融合モンスターを特殊召喚することができます。あ、これ別に装填融合モンスターを出す能力使わないっていう選択肢もあります。それは状況に応じて使い分けが効きますよっていう、なんだろう、なんか広告の効果発動増殖する G とか言われた時に、あ、やだな、これ以上展開したくないなと思ったら止めることができる、そんな感じですね。なんか見た目的にはすっげえガイウに似てるんですけど、超ガイアと相性がいいと個人的には思ってます。またこいつ召喚特殊召喚に成功するとデッキから装填トラップカード1枚を手札に加えることができます。装填トラップカードにどんなものがあるかについては、まあ、後ほど簡単に触れていきたいと思います。ちなみにこいつちょ1点だけ気をつけてほしい点がありまして、例えば自分の場の装填カードが装填モンスターが破壊されたから手札の広告の効果使って自身を特殊召喚、その後自身を破壊してエクストラから装填融合モンスターを特殊召喚したとしましょう。で、今広告って場に特殊召喚されたじゃないですか。だからじゃあ今特殊召喚されたから広告の罠カードサーチ効果使いますっていうことできないので気をつけてください。効果を発動する前に発動する場所に存在しなくなった場合は、それが発動できませんよっていう、ルールに変わりました。とりあえず広告のサーチ能力は場で発動する能力なので、効果発動っていう前に場から消えちゃうと効果使えないよって、そういうルールなんです。なので気をつけてください。まあ、とりあえずね、ちょっとかなり脇道に話は逸れたんですが、とにかく、まあ、融合召喚という方法にこだわらなければこいつを使うというのも手ではあります。ただメインでこう融合モンスターを特殊召喚する手段として使うとしたら装填将来というマジックカードになると思います。このカード、手札を1枚捨てて自分の場に装填コントークンというトークンを5体並べます。5体っていうか出せる限り出します。その後で、自分の場手札のモンスターを使って、装填融合モンスターを融合召喚するよっていう効果を2回まで使用することができます。ちょっと不思議なカードですよね。まあ2回まで使用することができるということで、自分の場にトークン並べるだけ並べて何もしないでもいいし、1回融合召喚するあるいは2回融合召喚するでもいいし、そんな感じで、そういう面で結構自由度が効きます。ただこのカードを使っちゃうとこのターンは融合モンスターしかエクストラから特殊召喚できないし、トークンはリリースできないし、なんならターンの終わりにトークン全部破壊されます。これ別にこのカードの効果で出したトークンとかって書いてないんで、多分すでにいたトークン、全く関係ないトークンも巻き添え食らって死ぬっていう、そういうカードですね。まあそういうところデメリットもあるにはあるんですけど、このカード使えばひとまず、まあ、2体はね融合モンスターを融合召喚できますよと。
なんで、まあ、くどいようですけど、このカードを使って、まあ、基本的には、まあ、外運ガイア、あ、まあ、ないし外運混合とか、ガイア混合とかっていうのを並べていくことになっていくのかと思います。ちなみにこのカードはさっきからチラ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 ってほどでもないけど、チラチラ名前が出てきてる夕日の効果で持ってくることができます。このカードですね、起動効果で自分の場の装填カード1枚勝ち割るとデッキから装填マジック1枚を手札に加えることができます。自分自身を破壊するもよし、自分以外の装填モンスターを破壊するもよし、また自分の場の効果モンスターを使って融合召喚された、装填融合モンスターが破壊されると墓地のこのカード手札に戻ってきますよっていう効果も持っていたりします。まあ、種族が戦士族ということで増援から引っ張ってこれたりとか、混合の融合素材として指定されていますので、融合徴兵の効果で特殊召喚することもできたり、あるいは装填モンスターなのでアウンの呼吸というフィールドマジックから引っ張ってくることも可能です。このカード発動時に装填モンスター1枚を手札に加えることができる効果、また自分の場に装填モンスターがいるならば装填コントークンを生成することができる効果を持ってます。なんでこのカードで夕日持ってきてやると、まあ、あの夕日召喚して装填コントークン、アウンの呼吸の効果で生んで、生んだ装填コントークンを夕日の効果で勝ち割って装填将来持ってきてっていう風にやってやると無駄なく展開することができるのかなと思います。あっちこっち話ぐっちゃぐちゃ言ったんですけど、詰まるところ結局要するにどういうこっちゃっつうと、あのアウンの呼吸があればなんやかんや装填融合モンスターは出せますよと、そういった感じです。むちゃくちゃなまとめ方したけど、では最後に夕日や航空で持ってくることができる装填マジックとかトラップ紹介しないのをパッと話していきたいと思います。まずは装填マジック、装填の重複という速攻マジックですね。自分の場の装填モンスター1体と相手の場のカード1枚を対象に、それらを破壊します。この時自分の場の装填融合モンスターを破壊した場合、ワンドローするか相手の墓地のカード1枚を除外することができます。シンプルな強さを持つカードです。次、装填の再来、墓地の装填モンスター1体を蘇らせることができます。この時蘇生したモンスターの元のレベルが4以下ならば、装填コントークン1体を生成することができます。なんでこれで夕日とか広告を蘇らせてやればもうトークン生まれるし、蘇生させるモンスターには特に指定ないんで、ガイア蘇らせて相手のモンスター除去とかも割とそれが強いと思います。次、装填の使命、これも結構面白いカードで、互いのメインフェーズ時に墓地の装填の指名以外の自分の墓地の装填マジックオアトラップ1枚を除外することで、そのカードと同じ効果になるよっていう効果を持ってます。なので、まあ、このカードで墓地の装填の将来を除外してやると、装填将来を除外してやると相手ターン中に2回融合召喚を行うなんてこともできたりします。あ、ちなみに装填将来を、パクった場合の効果パクった場合は手札捨てないといけないので、そこだけは気をつけてください。だいたいこういうね効果パクる系のカードってコスト踏み倒せるんですけど、装填将来の場合は手札捨てるのコストじゃなくて効果なので踏み倒すことができないので気をつけてください。まあ、ここら辺のカードを使って装填融合モンスター出して、で装填融合モンスターを、まあ、魔法トラップでサポートしながら殴っていくというのが、この装填デッキになっていくのかなと思います。はい、デッキレシピこんな感じになってます。説明文にも記載しておきますので、画面が見づらい方はそちらも参照していただければと思います。まあざっとね作業枚数ブワー話していきたいと思います。まずは装填モンスターたち、6枚です、各3枚ずつって感じで、やっぱ数あった方がいいと思います。ここら辺はなんだかんだこいつらが全部その装填融合モンスターにアクセスすることができるので、誘発が適当に入ってます。次、マジックカード、戦闘機バルにマジック入ってますけど、まずが、将来重複、それからアウンの呼吸、これらが3枚ずつ、まあ問題ないっしょ3枚で。特にね、重複は俺3枚入れた方がちょっといいと本気で思ってて、なんでかっつうと基本的に戦闘以外もうボロボロなんですよこいつら。ほんとね、殴る以外の能力がないんですよ。本当に攻撃以外の選択肢をマジで持ってないってことなんで、こういう風な除去手段はね本当多く入れておいた方がいいと思います。で、融合徴兵が入ってて、サンボールだとか、痴漢融合か。まあ、融合ですね。場のモンスターだけで融合しますよっていう融合で、まあ、普通の融合よりは若干使い勝手悪いんですけど、墓地効果持ってて、墓地のこのカードを除外することで、墓地の融合モンスター1体をエクストラに戻しながらワンドローするって効果持ってます。このデッキ、本当に外運ガイア、まあ、混合で戦っていくので、ここら辺がエクストラからいなくなるとかなり厳しいんですよ。もう、攻撃の9割を融合モンスターが担ってくれてるので、なので、
そこら辺を戻すことができると。あとこのデッキ使ってると分かるんですけど、めっちゃ手札切るんですよ。なんかやたら手札切るんですよ。それこそあの将来が手札切るし、後ほどご紹介する禁じられた一滴も手札切らないといけないので、やったら手札切るんで、まあ融合として使うというよりコストとして使うことがほとんどかな。たまにね、ワイヤーも出すときに使うかもって感じ。で、箱穴など禁じられた人しずく。さっきもちらっと言ったんですけど、殴ることしか本当に やることがないというか、能がない連中なので、なんで、逆に言うと打点で負けると勝ち目がないので、ここら辺は入れてます。それから、弱肉一食です。なんかちょっと一時期話題になりましたね。自分の場に5体、レベル2以下の通常モンスターが存在する場合、そいつら以外の場のカードとお互いの手札全てを墓地に叩き落とすという、そういう効果を持っています。決まりは強いと思うんですけど、別に装填って墓地からなんかするわけでもないので、まあやべ、いざって時にワンチャン使えたらっていう、まあネタ枠ですね。で、ツインツイスター、なんかこれを単純にテストプレイで回した時にあった出来事で、やったらね、やったら後ろを捨てるカードとね当たるのよ、なんか知らんけど。だからちょっとたまらず入れました。別になくてもいいと思います、そういう意味では。次、トラップカード。トラップカードは2枚ずつです。再来に関しては3枚にしてもいいかなとちょっと思ってます。それこそツインツイスター抜いて、まあここら辺はお好みで調整してください。で、エクストラです。見てわかる通りめっちゃ雑です。まあ強いて言うことがあるとしたら、ワイヤームですかね。通常モンスター2体で有効召喚することができるこのカードは、効果モンスターの効果を一切受け付けず、通常モンスター以外との戦闘では破壊されないっていう、結構無茶苦茶な能力を持ってます、こいつ。レアでいいのかよっていうくらいのスペックだと個人的には思ってます。まあ通常モンスターを取り扱うデッキが少ないから許されてるみたいな節ありますけど。あとなんか適当にリンクモンスターが入ってます。リンクモンスターはお好みで調整してください。いかがでしたでしょうか。本当今までありそうでなかったなっていう感じの戦い方をしてくれるテーマになります。もし強化されるなら、この雰囲気を大事にね、新規カード来ていただきたいなと。転移の二の舞だけはならないでほしいなと心から思うばかりなので、まあ今後に期待なテーマですね。まあ良ければね、皆さんも、自分なりの装填デッキ作って楽しんで遊んでいただければと思います。というわけで、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント、チャンネル登録等をしていただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウーロンでした。さよなら。